アーミーたちがバンタン7人全員を支持すると強大なファン連合を作って声明文を発表したことが話題となっています飲酒運転で物議を醸したユンギに対して一部からユンギのグループ脱退を要求する声が上がっていましたそしてその中にはアーミーもいると言われていてアーミーが分裂しているなどの報道が数多くされていました今回集まったアーミーたちは実に58カ国 127団体がつまり9月8日グローバルアーミー連合として立場組を発表しましたグローバルアーミー連合の発表はこのようなものでした BTS のファン。アーミーは全世界に基盤を置く大規模ファンダムですしかし最近。 ごく少数の人々が乱り義して大多数のアーミーの意思に反する要求をアーミー全体の意見のようにメディアを通じて発言している匿名の裏に隠れたそれらの団体の独断的な行動に対して国内外のアーミーたちが何度も同意していないことを表明したにもかかわらず彼らはアーミーの名前を全面に出しファンの立場に反する行為を継続していると主張しました。そしてこの ような状況で他のアイドルグループのファンがこれを主導した状況も発見されたため国内外のグローバルアーミー連合の立場を明確にすると伝えましたそしてこのように続けます大多数のアーミーたちの意見を目指したままファン代表を辞任する集団はアーミーを代弁できないグローバルアーミー連合は彼らにアーミーの名前を悪用する行為を止めることを要求する グローバルアーミー連合は BTS メンバー7人全員を支持する。 グローバルアーミー連合はメンバーに適法な手続きに従う結果以上の責任を要求しないといった立場を全世界に発信しましたまた最後に各国のグローバルアーミーファンベースが集まり変わらず BTS の7人全員を支持するという共同の意見を伝えると再び強く主張しましたこの動きに賛同するアーミーはもちろん多いはずです メンバー誰もかけてはいけませんし、かけて欲しいと思っているアーミーはいないでしょう。このような動きを知らなかったアーミーも多いようで、もし署名活動が必要な場合はぜひ参加したいという声が上がっていました。 ユンギが一瞬で摘発された後一部の人々からユンギに脱退を求める声が上がりましたそれが最初はアーミーたちが企てたものだと言われていたためアーミーからは疑問と怒りの声が上がっていましたよねユンギは現在も社会含む要因として職務を全うしているところですユンギの精神的な部分も非常に心配です2025年6月にはメンバー全員が兵役を 復帰すするるとといいいいう流れれでででで雲のののががその障害になるのではなははかと悪い報道がされアーミーミも混乱をしていたはずです私たちの認識通りこれはごく少数のアーミーの意見に過ぎず大半は他のファンダムが加わらてたものだと分かった今ユンギとバンタンを全力で応援と支持していきましょうご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録と高評価お願いいたします